神共鳴会の皆さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、陸前高田から来ました氷上共鳴会氷上大吾です。この度の大震災で、近隣の地域の方々はじめ、特にこの島のまた全国世界中からいろんなご支援いただきました。特にもこの島のからはおいしい水をもう毎日毎日給水車日本全国から給水車が来ましたね。で遠野から何百台という給水車で美味しい水を陸前高田に運んでもらいました。本当に美味しい水でした。おかげさまでこうして私たちも元気になりました。本当にここの場所を借りいたしましてありがとうございました。ただいまの曲は太鼓でビートという曲でした。和太鼓で太鼓でビートね、ちょっとリズムがねすごかったでしょ。これからあとは3曲演奏したいと思います。続きましてはハーモニーという曲です。小太鼓、中太鼓、大太鼓各パートの演奏者が演奏しているうちにだんだん心が一つになって輪になる、ハーモニーという曲です。それでは2曲目ハーモニーどうぞ。Yeah.
ね、大きなご声援ありがとうございます。ただいまの曲はハーモニーという曲でした。3曲目、これから演奏します曲は遊団という曲でございます。遊団という曲は、陸前高田市民が、親しんでおります鹿見山という山がございます。まあ、その山から私たちも鹿見太鼓、鹿見共鳴会をいただきました。その鹿見山から望む雄大な景色、まあ、鮎釣りで有名な気仙川、それから白田半島、そして海水浴で有名な日本百景の一つ、高田松原がございます。そして太平洋と広がるその雄大な景色を背景に作られた曲がこれから演奏します。雄団という曲でございます。残念ながら高田松原がね、皆さんご存知の通り亡くなりました。砂もなくなってね、みんな打ち上げられて、防波堤はもちろん、で7万本あった松の木も、1本残りました。あの樹齢300年の松の木でございます。それがね1本残りました。しかしながらなんか毎日暑い日が続いてね、なんか枯れてきたんじゃないかなということで、あと10月半ば頃もう一回偉い先生方が来てなんか調べてみるそうですね。あれはね希望の松といってね、せめてあれだけ生きてね、そしてみんなに元気につけてもらいたいなとみんな願っている松でございます。それではね、3曲目は遊団という曲です。私たちもね、会員の中にね残念ながら7名、亡くなりました。7名。それであのユニフォームもね、ステージを立派なのあったの、すごい立派なのね。しかしながら各自みんな持ち帰っているもんだから家ごと流されましてね、ユニフォームも残念ながら揃いません。それで急遽、まず失礼ですけども、あの T シャツを作って今日はこうして皆さんの前で演奏させていただきます。それでは3曲目遊団どうぞ。
ますます大きなご声援本当にありがとうございます。どうも、ただいまの曲は遊団という曲でした。陸前高田市景色を背景に作られた曲でございました。もう最後の4曲目になります。持ち時間もありますんでね、最後になります。最後の曲は七夕祭り囃子でございます。遠野とはね、陸前高田赤羽トンネルなんかで近くなりました。高田の動く七夕を見に来た方もございましょう。たくさん来てると思います。その出汁、まあ遠野にもこのようにね立派な出汁があります。高田の動く七夕は出汁に 和紙を染めて短冊ぼんぼりを飾って、あの普通ね七夕っていう仙台とかなんか大きな竹にこう飾るんですけども、高田の七夕動く七夕、こういう出汁に車のついた出汁に飾り付けて100人ぐらいでから200人ぐらいであのロープを敷いて街中を練り歩きます。毎年8月7日、残念ながら今年は、2台、私たちちょっと成石地区で1台たまたまその公民館のところまで津波が来まして出汁が無事だったので、成石うちとあと隣の大石というところ一中の下、一中の下の公民館はね2メーターぐらい来て出汁も2メーターぐらいかぶったけども、ボランティアの人でみんなで掃除して作って半分を新しく作って、そして2台出しました。それからもう1台はあの和野という町内会をみんなで作ろうって出汁残ったからボランティアあの七夕組合作ってみんなで作ろうって、それで大きな3台あとミニ七夕、それで8月7日あの誰もないところ震災してね何にもない瓦礫のところをねこう練り歩きました。もうすごいなんか涙が出てきました。とにかくでもね毎年少しずつこれから増やしていこうと皆さんの ご協力でね頑張っております。それではあのその出汁の中で囃子をするんですよ。出汁の中でねその七夕の出汁の中で囃子をする曲「ひかみ太鼓」はステージ用にアレンジいたしまして、作ってそれでこれから皆さんの前で演奏したいと思います。それでは4曲目、七夕祭り囃子です。